はい、すいません。じゃあ今日は、何ですか。今日は、背屈制限のあるこの足首の動きをちょっとつける方法をやっていきます。はい、じゃあ、じゃあまず、モデルの方、じゃあしゃがんでみる感じ、足首のしゃがんでみるチェックです。はい、しゃがんでください。どちらが違和感あるとかありますか。右足がちょっと違和感があると。違和感あります。はい、それを、矯正していくんですね。一応理屈を説明してもらっていいですか。理屈、はい、まあ、詰まって しまうっていうのは、まあ、なんか捻挫とか前鋸腓靭帯痛めて動くことが多くて、ここは伸びちゃうと、まあ、この胸骨が出てずれて前に出てきてしまって詰まってしまうことがあるので、はい、この胸骨を押さえるような押さえてこの滑りをつけるような運動をさせていくと。そうですね、はい、でやっぱこれのメリットはやはり、何でしょうかね。いろんな矯正法あると思うんですけども、はい、タオルを使ってやるのでちょっとまあ誰でもできそうな感じのものになってるかな。はい、でその模型でいうとそのタオルをどのようにかませてぐるっと足首に巻いてしまう感じで、はい、まあ、手をまあちょっとそれるんですが、はい、タオルで押さえながらこう押し込む感じで押さえといてこの滑りをつけていく。はいはい、わかりました。実際にじゃあちょっとやってみましょうか。で、ちょっとこう踏み込むと後ろに引く動きをしてください。でそこで調整しながら動きを作る。骨をこう押さえとく感じです。おで、これをタオルで押さえて、で前にじゃあグーを踏み込んでください。はい、この後ろに引きます。痛そうですね。もう一回もう一回だけいきましょう。吐いて、はい、はい、はい、これでちょっともう一回しゃがむ。はい、まさけくん違和感ないです。ちょっといいですか。はい、うん、いいです。その以下もちょっと分かりました。はい、ありがとうございます。